ダンソン・ヌメロドスは、メキシコ人の現代音楽作曲家である、アルトゥロ・マルケスの代表曲で、北米や欧州では、オーケストラでよく演奏されるメキシコ現代音楽の人気楽曲の一つである。ここの項目の主要ソース、アルトゥロ・マルケスは、メキシコ国立自治大学の依頼を受けてこの曲を作曲。作曲のアイデアは、1993年に何度か、 メキシコ各地を旅した際に、キューバ発祥の音楽とダンスのジャンルで、メキシコにも広まりまでも高齢者を中心に、人気のあるダンソンの音楽とダンスに触れたことがきっかけで、いろいろと研究を始め、その音楽要素を取り込んだオーケストラ曲を創造した。また、アルトゥロ・マルケスは、メキシコ国立自治大学の依頼を受けて作曲した曲だが、娘のリリーに捧げる曲でもある。 と語っている。ダンソンのダンスの雰囲気や、ノスタルジックなメロディワイルドなリズム等の音楽要素をうまく取り込んだ。この楽曲は、メキシコやラテンアメリカのアイデンティティを持つ現代、クラシック音楽として、ホセ・パブロ・モンカイヨの幻想曲、ウア・パンゴ等の創作精神の流れを現代に受け継いだ作品とも言える。ありがとうございます。